こんにちは。ピアノ即興詩人川瀬浩史です。ついに今年2013年12月28日の土曜日午後1時から4時半、こちらに見えています横浜の大倉山記念館ホールでコンサートをやることになりました。ぜひ皆さんおいでください。場所は東横線大倉山駅、改札を出てすぐ右後ろの急な坂を登っていくとすぐです。私川瀬浩史のオリジナルからフランシス・レイの映画音楽、イージーリスニングの名曲、そして、フレンチポップスやら J-POP やらいろいろな名曲がたくさん出てきます。なんといっても素晴らしいゲストがいっぱい来ていただきます。ぜひよろしくお願いします。